見ないの。チャンネル登録者40万人ありがとうございます。いやー、皆様ありがとうございます。どうも、みなさん、こんにちは。キョキョです。そして大原です。なんで40万人突破で大原ですって何やねん。40万節目に変えようかな。あ、大原です。でも清潔感あってよかったけどね。大原です。あ、いいな。今度から遊びに行こうぜ。いやでなんですけども、いや、もうほんと皆さんのおかげで40万人という大台に達成することができました。いや、もうマジで僕だけの力じゃマジでいけなくて、いや、これマジで。で、それはその編集を手伝ってくださってるね、まあ、先輩がいるんです。服部先輩とか、今あえて名前出しちゃうけど、とか、いや、マジで大原、これマジ、これマジ。いや、大原、例えば企画をね、なんかこう、こんなんやろうよとか言ってくれたり。僕はバグですから、バグ。何がやねん。なんかこう、ゲーム教えてくれたりとかさ、とかなんか、僕がちょっとこう、疲れちゃってる時っていうのかな、はい、いう時にもなんかこう、じゃあ撮るぜ、みたいな感じで、こう、モチベーション上げてくれたりみたいな感じで、まあ、そこが、まあ、身近な人の感謝でございます。で、まあ、その他にもその支えてくれてる事務所、スタジオクーっていうね、事務所に、所属してるんですけども、まあ、その中で西村さんっていうね、あの方だったり、ちょっと分かんないと思いますけど、あえて言いますよ。まあ、あと、まあ、その安倍さんとかね、花江さんとか分かんないですけど、ごめんなさい、言います。僕はガチお世話になってる人だって。いや、ガチお世話になってる方ですよ、本当に。とか、もう、まあ、その方々も、まあ、言ったら身近ではありますけども、言ったらもうコラボしてくださる YouTuber の方々も本当にありがとうございます。だって夏とかやばかったね。めちゃめちゃいろんなクリエイターの方々が時間割いてくださって、ね、動画撮影していただいて、もう本当におんぶに抱っこで、いや、もう恵まれているなというところでございます。もうだから、どう恩返ししたらいいかっていうのを常に考えてるんですけど、まあ一旦は、まあ、視聴者さんに対しての恩返しも、まあ一旦はその自分がまず初めに、うん、ゲームとかちゃんと動画を楽しむっていうところ、なんか作業で動画アップでしちゃってるとか、それ良くないじゃん。はい、楽しくないじゃないですか、そういう動画って。確かに。っていうところで40万人達成ありがとうございます。おめでとう。でですよ、皆さんですね、この40万人突破を記念して、はい、今ね、私たちファニコンをやってるんですよね。そうですね。まあ、いきなり宣伝っぽくなったわ。やっていうのに違うんですよ。違うんですよ。で、今回も感謝の気持ちを込めて、の回なんですけども、ファニコンで、あのね、昔で名前で言うと、オケマル応援隊、まあ、オケメンっていうのをやってたんですけど、昔そうだったね。それね、改名しまして、実は、清原の村っていうのを今やってるんですよ。お邪魔しました。清原の村っていうのをやってて、今回この40万人記念、突破記念ということで、はい、この、清原の村、この動画が公開されてから、27日まで、12月の27日まで、清原の村に加入してくれた方全員にこちらの、画像出てるから、こちらのね、豪華、もう豪華っていうか、もうこのアクリルキーホルダーを全員にプレゼントします。全員、入ってくれた方全員にプレゼントさせていただくっていうのも、あの今ファニコンの清原の村に入ってくださってる方々にもね、プレゼントさせていただきます。いやー、もうこのデザインなんですけども、もう記念だから、僕の中でやっぱ40万人っていう節目のね、記念なんで、もうこの画像というか、このデザインは本物のデザイナーの方に、まあ発注っていうんですかね、お仕事として依頼して、本物の、いや、そうです、もうデザイナーです、デザイナーで、この、まあ、デザイナーさんとやり取りさせていただく中で、色合いだったりとか、まあ、あとは表情だったりとか、細かい部分までこだわってね、作った、僕の思いもこもっている、まあ、その思いが深くこもった、そうだね、なんかこう、なんかいつもみんな、ね、お世話になってるんで、全員で無料でプレゼントさせていただきます。すげえ。はい、どうぞ、もしよろしければなと思います。まあ、ファニコンで何してるかっていうと、まあ、ライブ配信、雑談ライブ配信とかは、撮影の垂れ流し、そう、前やったやつとかだと、ブロスタとかクラロワのここを撮影してるじゃないですか。ここに PC を置いて、撮影を横から生放送するみたいな。
とかやったりとか、そうだね、あとはもう雑談生放送だったりとか、普通のラジオだ、またグループチャットっていうのかな、まあグループチャットで今起きたわみたいな感じでこう皆さんとこう交流させていただくっていう、本当にオフ本当にオフです、ごめんなさい、キヨキヨじゃなくてキヨカトシマスで本名だ、とかまあなんか大原が結構シーンって言ってなんかこう大原がこう僕らの日常をね考察してる考察したものっていうのとかも上がってますんでぜひ、ね、気になる方はよろしくお願いします。ってなっちゃうとね、もうなんか宣伝じゃん俺ただの。宣伝だ、宣伝動画だ、まあ、宣伝動画ではないマジで、いやマジで40万人マジもうビビるよ。ああこれ高校の頃はさ、うん、そういう話しちゃう。いやクラクラで一回してたじゃん。やってたよ、その時まだ、ね、ゴエモンジャパンとかいた時、うんうんうん、俺最初いたじゃんね。確かに最初の5人ぐらい。古すぎ、古すぎ、古すぎ。それで言うとさ、老害だ、老害だ。あかん、あかん。いや、それで言うと、本当になんか、もう40万っていう数字も分かんないし、今の月間再生数っていうのかな、とか、あとは、例えばそのコメント数だったりとか、高評価数とかも、最初からしたら、もう絶対に考えられない数がついてたりするわけじゃないですか、皆さんのおかげで。いやー、だからちょっともっと頑張んないといけないな、でも何で頑張るのかよく分かんないみたいな。一番の恩返しはさ、僕がただただゲームしてる謎の動画を皆さんに見ていただくことっていうなんかちょっと矛盾しちゃうんだよね。もう頑張りどころがよくわかんないみたいな感じ。まあでも一つでも多くこう楽しい動画をね届けられたらいいな、そうそうっていうのはね、まあ課題としてありますんで、これからも頑張っていきたいと思います。ということで皆さん、今回は大原の iPhone を録画しておりますが、そうさ一番身近でお世話になってる大原さんにね、大原におやブルキンをプレゼントします。ありがとうございます。いやもういつもの感謝の気持ちを込めて本当にウルキンをプレゼントさせていただきます。いいですか。いやもうなんで今エメラルドが3700個あるんですけども、だからソフトが先ほどギフトカードをねプレゼントさせていただきます。はいって渡されて、いやでも俺はこんなんじゃもう感謝しきれないんで、一旦ウルキンを引いてクラロは強くなってねっていう。そしたらさ、もっと楽しくなるやん。確かにトロあげなきゃね。そう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 、なんか動画もさ、もっとさ楽しくなったらいいなとかあるからさ、新しい可能性とかね。そうそうそう、なんか新デッキ使いたいとかあるじゃないですか。あるあるある。なんでちょっと今日は大原にウルキンをプレゼントいたします。それでは大原、いやちょっと大原のデッキは、あ、出たダメ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 、これは協力ボトルデッキでしょ。違う、いいっすかいいっすか。大原マジ協力ボトル好きすぎて、俺がね、そのライブリプレイ見るじゃん、協力バトルしかしてないの。いや、ね、一瞬だけ1ってやると一瞬で消える人がいるんだ。そう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 、それ絶対絶対俺だって、いやだってなんかワンオンワンだったらさ見てて楽しいんだけどさ、 2v2 あんまよく分かんないじゃん。いやいやいや、 2v2 楽しいでしょ。まあ楽しいけど、入ってるんすか。じゃあ何欲しいの。こんなことだとこじょぼこじょぼレジでもいいぞ。ダンバーとか、うん、あとプリンセスがね、あと1枚で4になるんですよ。あ、それは熱い。それは熱いじゃん。4枚集まればね11になれる。確かに確かに、あと1枚じゃん。じゃああと1枚なんですよ。これは熱い。じゃあちょっとプリンセス狙いじゃない、言ったら。それかね、アイスビズでも大丈夫。ああ、じゃあウルトラレア結構欲しいんだね。じゃあそうだね、インドラはちょっとまあ渋め。まあ出ることに越したことはないから。確かに。じゃあまあアイスウィズとプリンセスすぐ分かるから。欲しいね、1万と1万です。あ、なるほどね。じゃあそこ狙ってこよう、アイスウィズとプリンセス。いやいや、じゃあちょっと最近ブロスターに浮気しがちだったけど、これでクラロリ。まあね、面白いゲームたくさんあるからね。時間の使いどころが僕も難しい。難しい、本当に難しい。一つに全部っぱすると片方がおろそかになっちゃうんですよ。そうなんで、しかも僕さ、本若と無課金もあるじゃん。今無課金やってて。ああそっか、そうか、もうそんな本若今時間足りねえ。じゃあお願いします。いやー、ウルトラレアキング宝箱ふわい、ふわい、うぅぅぅぅぅ、俺が押しちゃう。バロった。これで今40万の音響今達そうっていや授かったよ。俺のパワーは全然ないですから、マジで本当に。じゃあ引いてっちゃうぞ。お願いします、お願いします。ドラフトだからね。えい、おお、どっち欲しいんこれ。どちらかで今コウモリの方が使ってる。ああ確かに確かに確かに、コウモリの方が強いし。バブリン使いこなせないんですよ。いや分かる分かる、ボンバーで完封された時に泣きそうなんですよ。ボンバーっていうよりもファイボーの方がやらせてる。さあさあ、いいねいいね、13枚ほい。おお、矢の雨ボンバー。
これは僕ボンバー嫌いですから100で飛びますか。確かに確かに本当だ、全然レベル上げてない、レベルを一切上げないどんだけ嫌い、ボンバーは嫌いだっつってどんだけ嫌いなんだよ。嫌な豆、嫌な豆、嫌な豆いいね。さあ、いやこれなんかワクワクすんね。おお、これは30種ね、使いこなせないんですよ自分。いや難しい、なんそれ使いこなせないんですよ自分って。そうなんですよ、体育会系な感じの一人称自分はね、絶対言わない。自分はさ、やばいでしょ。俺中二病の時自分のこと言ってたけどね、あ、自分のですみたいな痛いから、痛いから。ウィズ行ったからね。ウィズね、いいよね。協力バトルも強そうだし。そう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 、ポン、はい、おー、エリバー、あ、デスラ来たやん。おー、いいやん、いいやん。おー、デスラ、レベルアップした、レベルアップした、レベルアップした。僕はね、レイジとかランバーとか使うけどね、うん、エリババチンパンだけはしないと今心で決めてる。エリババチンパンはしない、なんだそのポリシー使いこなせないからだあれむずいからね。はい、あー、あの墓石、墓石の方が好きだな。墓石好きだよね、大原ね。どっちも同じぐらいっていう。確かに確かに確かに、結構割と気分だったりする。枚数もしかも一緒だしね、なんなら結構切りよくするか。いや、キリとか関係ないでしょそれ関係ないでしょ。367インチということで、えい、いいね。さあ、次からスーパーレア。いやなんだろうな、ライドウィングドラゴンとか欲しいんですよ。あ、ライドラね、新しく出たばっかで全然集まってなくて。確かに確かに確かに、あ、集まりづらいしね、最近ね、だとね。はい、だあ、え、ポイズンレベル上がるじゃん。強力だと強いんですよ。確かに確かに、それ間違いない。ポイズンとか置いとくだけで強いから。確かに、それ間違いない。それは強い方取った方がいいでしょ。えい、素晴らしい。さあ、アイスウィズかプリンセスが欲しい。いやー、なんか清原レジェンド移動以外でさ、この宝が来るってなんかなかなかないから。なかなかないよね、ほんとにないよね。新鮮確かに、大原がさ、自分の端末で引いてるとこなかなかないじゃん。やばい、あんま課金しないでしょ。そう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 、そうだよね。カーッ、あー、来た、見ない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 、まだ見ない、まだ見ない。なぜ笑う、なぜ笑う、見ていただきます。どうぞ。ちゃゴミ箱や、ゴミ箱ですよ。ゴミ箱や、ゴミ箱、笑った。車輪付きのゴミ箱ですよちょっと黄色いゴミ箱ですよ。いや、笑ったなマジで笑ったな。でもこの動画は、うん、提供はゴミ箱から。提供はゴミ箱から。あ、カットで。なんやの、なんやの、あの、カットでなんやの。せっかくだしね、うん、キヤキヤさんからいただいた。いや、待って、それやめようよ。やめようよ。どっち使いたいのって話でしょ。使いたいの、うん、レベルを見なさいよ。どっちも使ってないんだよ。なんならスパーキーの方がレベル上がりやすいやん。まあ、あと1枚やったらレベル3までいくから。そう、スパーキーでしょ、それ。11番、11個までいくから。11、11、11。じゃあ、キヤキヤさんだよね。早かったよ。これなんか神様いるね、これ、ほんとに。片方はコウさん。いた、おすごい、まさかのここへ来たスパーキーを選択思ってるね。いやー、ありがとうございました。いやー、というかもう、はい、聞くときに休暇さんポチッと押したから。確かになんかこぼれたんじゃない。いや、ワンチャンあるよワンチャンあるよ。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、ということで、いや、今日はですね、大原にもウルキーをプレゼントさせていただいたということで。本当に、いや、本当になんか後でなんか請求書みたいなのが出てるぐらいはい、とか言って。いや、無限で無限で無限で。いやー、もうちょっとね、あの、感謝しきれない部分が多いですけれども、いやー、ちょっと本当恩返しをしていけるように頑張りたいと思います。頑張ります。例えば、プレゼント企画中でございますんで、まだ応募されてない方ですとも応募お待ちしております。まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともこちらのこのボタンからチャンネル登録していただけますね。最新の動画の通知などがいって見やすくなるかと思いますんで、ぜひともチャンネル登録お待ちします。指がこんな感じということで、ご視聴ありがとうございました。